ご機嫌いかがですか？心理考察担当のキメちゃんです。メタ考察担当のニトちゃんだよ。まさか主人公がストーキングされていたとは思いませんでしたね。テネブリスは善意でストーカーを殺したんだろうけど、結局縁が切れちゃったね。というわけで今回は他のエンディングを探していきましょう。キースの好感度は稼げたはずだからあとは家にいればいいんだと思うけど。あれは単なる馬鹿げたいたずらだ。そう自分に言い聞かせた。あるいは、誰かが誤ってボタンを押しただけかもしれない。いずれにせよ特別に注意を払う必要はない。私はインターホンから背を向けた。再度なることはなかった。やがて不安な気持ちは消えた。いくつかの家事をして、夕食を食べて、シャワーを浴びた。私は呼び出し音を鳴らした男のことなど忘れてしまっていた。そして、寝る準備を始めた時、ドスンという音が聞こえた。どこから来た音なのか判断するのに少し時間がかかった。近所の人？だけど音は廊下から聞こえたようだった。私の心臓は突然胸の中で高鳴った。喉が閉まる。何をそんなに恐れているの？物や人が溢れている建物の中なら常に奇妙な音が発生する。廊下に向かうのは二度目だ。ドアを開けて照明をつけた。何もない。帰ろうとすると、キッチンから何か音が聞こえた。私は敷居を越えた暗闇に目を細めた。間違いなく何かが音を鳴らした。音は鳴り続ける。まるで何かが、床を転がっているみたい。音が鳴り終わった。これは。この挑発、テネブリスが殺害したストーカー男か。彼の特徴からしてそうですね。ということはこんなことをしたのはテネブリスなの？おそらく主人公にストーカー男は始末したと伝えたいのでしょうね。だけど主人公からしたら、知らない男の生首が転がってるだけだよ。とりあえず武器を持ちましょうか。私の心臓が高鳴る。私の家に誰かいる。人を殺した人がいる。そしてそれが誰であろうと、その人は私を殺す前に私をもてあそぼうとしている。私は急いで廊下のタンスの引き出しを引っ張り出した。テネブリス事件以来、そこに大きなキッチンナイフを隠していた。適切な武器を手にした私は、キッチンの入り口から目を離さずにリビングルームに戻った。誰もいないことを確認した後、隠れるのに最適なバスルームに移動した。ドアを施錠して、ナイフをしっかりと握りしめたまま、緊急電話番号に電話をかけた。耐え難い15分の後、警察が到着した。彼らは私の家の中を捜索したけど、生首や斬死された痕跡は見つからなかった。血の一滴もない。何かが壊れた形跡もない。彼らの質問に全て答え、私は本当に男の頭が床の上を転がっているのを見たのだと彼らを納得させようとした。彼らが私を狂っていると思ったのは間違いないわね。最終的には、私は再び家の中で一人になった。私は見た。きっと、本物だった。私は狂ってない。私はその夜、友人の家に泊まった。このエンディングは先ほどの選択肢で叫ぶを選んでも同じでした。今までのエンディングとは明確に違う続くの文字を見て、ゲームダウンロードページにあったバッドエンドガイドを見てみたよ。結果的に言うと、これはバッドエンドではありません。バッドエンディングには実は条件があって、ヤンデレプレイヤーポイントっていうのを貯めないといけないんだ。要するにキース及びテネブリスに執着するような選択肢を選ぶということです。これに加えてキースかテネブリスの好感度が上がる選択肢を選ぶとバッドエンドに向かう選択肢が出てくるよ。実はキースとのデート後半でウェイトレスが自分の電話番号をキースに渡してくるというイベントがあるのですが、この場面は本来彼がどうするか見るでも気にしないでもどのみちキースが髪を捨てて終わるんだ。だけど、バッドエンドの条件を満たすと激怒するが追加される。さて、激怒した場合はどうなるのか。私は凍りついた。知っていた。彼女が彼のことを調べていたのは、あのスカンク。明らかに私とデートしている男を口説こうとしたあの女は、自分を何だと思っているの？全身を緊張させながら拳を握りしめる。キースは私の様子に気づいた。ああ、だけど心配しないでください。本当に使うつもりなんてありませんから。行きましょう。彼は紙切れを私に渡した。あなたが望むならその紙を捨てても構いません。私は空虚に紙切れを見つめた。そして口をひねって拳を作り、髪をくしゃくしゃにして優しく笑った。彼はまさに完璧じゃない？とてもハンサムで、とても魅力的で、とても優しい。私は拳を握りしめた。そして、髪を取り出した。可愛い笑顔ね。
ありがとう。レストランを出ても二人は会話を続けた。近くのゴミ箱に紙を捨てるふりをして、すぐにポケットに詰め込んだ。キースは気づかない。私は彼に別れを告げる前に、彼の頬にキスをした。彼は私を家まで送っていきたいと思っていたけど、私は拒否した。友達の家に立ち寄る必要があると、私は彼に言った。彼は了承した。彼は私の新しい宝物で、私は彼が私のものであり続けるための計画を画策している。あのレストランは彼のお気に入りの場所で間違いない、おそらく再訪する可能性が高い場所だ。それなら彼にふさわしい場所にしなくてはならない。キースとのデートから数日経った。私がディナーデートを提案すると、彼は驚きながらも嬉しそうにした。彼は自分の料理を私に披露したくて、自分の家で料理を食べてほしいと提案した。誰が彼の幸せを拒めるの？ドアの前で待っている彼を想像して、私の顔から笑顔が消えることはなかった。しっかりドレスアップしてきた。ドアが開いてキースが現れると心臓が激しく鼓動する。こんばんは。すべての準備が終わったところです。入ってください。彼の家はとても清潔で整頓されているようね。内装はキースの普段のファッションスタイルと同じ雰囲気だ。スマートで、少し古風で、居心地がいい。彼は何冊も本を持っていて今の本棚を埋め尽くしていたりしない。または凄まじい量の植物が見つかって驚くこともない。あなたの家はとても素敵ね。まさにあなたのようだわ。あ、へへ、ありがとうございます。食べ物や飲み物はソファーのそばにあるコーヒーテーブルに運ばれた。二人とも座る。これ全部自分で作ったの？もちろんです。僕の料理の腕前であなたを驚かせると約束しましたから。気絶しそうだった。私の最愛の人はとても出来がいい。そして彼は私のために料理を作ってくれた。このソファーでとろけるのもいいかもしれない。私は世界で最も幸運なんじゃないかしら？うまくできているわね。だけどまだあなたの舌に合うかわかりません。きっと気に入るはずよ。あなたが作ったんだから。私の言葉を証明するために、フォークを掴んで食べ物を食べた。私は間違っていなかった。美味しい。私は満足そうに鼻歌混じりにこの事実を知らせた。言った通りよ。キースは笑った。それは今まで聞いた音の中で最も甘い音だ。もっともっと聞きたい。食事をしながらおしゃべりが始まった。私は彼が過去に何をしていたか尋ねようとしているの？本当は数日ぐらいかけたいけど、短くしよう。その分だけ、彼のことが知りたい。彼は何をしていたの？彼はどんな本を読んでいたの？誰か邪魔者はいる？他に気になっている人は？彼は全ての質問に少し戸惑いながらも辛抱強く答えてくれた。常に彼の顔には素敵な笑顔が存在する。わかっているでしょう、キース、愛しい人、私は本当にあなたに会いたかった。だけどあなたと話もしたかったの。どうかしましたか？私はあなたのような人に会ったことがない。あなたは私を興奮させて、熱っぽくさせて、もしあなたと私だけがこの世界に残ったら、完璧で幸せな世界になるような気分にさせてくれる。私は彼の手に触れた。私の心臓が脈動するにつれて、彼の眉が上がる。あなたが私にやらせたことは、他の誰にもやらせることはできない。私は小さな赤い箱を取り出し、それを彼の手のひらの真ん中に置いた。これは？開けてみて。彼の開いている手は震えながら蓋の上で止まった。彼の指は箱の周りを丸めてこじ開ける。中には、保護する目的で置かれたであろう白いクッションの上に一本の葉のジュエリーが置かれていた。いくつかの黒い斑点がその周りにある。あなたに電話番号を教えたウェイトレスよ。私は彼女の一部を少しだけ残したの。トロフィーとしてね。あなたへの愛を証明すると同時に邪魔者を処分したかったの。彼の手の震えがさらにひどくなっている。彼の肩も震え始めている。彼が微笑むと、箱が潰れそうになる。彼の口から笑いの波がこぼれる。彼の指は力が入りすぎて、青くなっている。キース？ははは、ごめんなさい、ただ、あははは。笑い声が大きくなる。そうですよね。これが幸せですよね。彼はクスクス笑う。唖然として見つめることしかできない。ついに笑みが消えた。彼は箱を閉めてテーブルの上に置いた。ありがとうございます、愛しい人。彼女をしっかり隠しましたか？もちろん。決して彼女が見つかることはないわ。よかった。彼は私の頬を撫でた。彼の視線には安堵が見えるけど、同時に悲しみも見える。
私の贈り物に不満があるの？違いますよ、愛する人。あなたが私のためにどんな奉仕をしてくれたのかはわかりません。こんなことをする必要がなかったらよかったのに。彼が愛称を使うとドキドキする。そんなのなんでもないわ、本当に、もし必要なら何百万回でもやるわ。私は彼の上に手を置いた。あなたと一緒にいたいの。僕もです。想像以上に。彼は身を乗り出した。唇が触れ合うと、私はついに満たされたように感じる。柔らかくて、温かくて、心地いい。彼の親指が私の頬をこする。私は彼の体に腕を巻きつける。この後はそういうシーンを選ぼうが選ぶまいがそのままバッドエンドです。主人公はキースに哀れみを向けられていることに気づかなかったね。この後のシーンで自分が殺したウェイトレスを思い出しながら行為をするほど壊れてしまっていますからね。キースは主人公が自分の領域に来てしまったことで、もはや主人公も戻れなくなったと認識したのでしょうね。ということはテネブリスルートでも主人公はこんな感じになるのか。おそらくはそうですね。しかしその他のエンディングは？好感度を上げて出たのが続くだから、あれが正規のエンディングなのかも。次回はそのあたりを調べてみますか。ここまで視聴してくれてありがとう。他のエンディングが気になる人は高評価とチャンネル登録をよろしくね。それでは、また会いましょう。